いざ爆心。スピード自慢の快速馬娘たちが新潟1000メートルに集う。3番人気には3番この評価は少し不満か、2番人気はこの子アストンマーちゃん。スタンドに押しかけたファンの期待を一身に背負って、1番人気桜爆心王、火花散らすデッドヒートに期待しましょう。各馬娘ゲートに入って体勢整いました。馬娘そろって綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。先行争いは桜爆心王アストンマーちゃん。15番、期待通りの結果を出せるか。1番人気桜爆心王、3人横一線、これは負けられない戦いだ。アストンマーちゃんペースが速い。さあここからが勝負どころです。抜け出したのはアストンマーちゃんだが後続も追いつかれる。先頭は依然アストンマーちゃん。栄光まで400。2番手争いは桜爆心王、14番、1番、打ち押す、すごい足だ。飛び込んできた桜爆心王、突っ込んでくるアストンマーちゃん、200を通過。3番手争いは14番、1番、6番、懸命に追い上げる桜爆心王、足色は怒らない桜爆心王、1着でゴールイン。実力をいかなく発揮しレースを制した桜爆心王、これは鮮やかに直線を駆け抜けました。2着アストンマーちゃん、3着1番優等生ですから。